はいどうも、伊沢九龍です。ロックマン X8 やっていきたいと思います。全くやったことないです結構 F が変わったんだなってだけは分かりましたではではやっていきたいと思います。まあノーマルでやってきます。繰り返されるレプリロイドの騒乱により地上は荒廃し、人類は月への移住計画を進めた。この計画のためヤコブと呼ばれる軌道エレベーターが建設され、高性能な新世代型レプリロイドたちが月面作業のため宇宙に運ばれていった。こちら X、 軌道エレベーターヤコブ警備中に事故発生。至急救助用メカニロイド。事故から身を守るために頑丈なシグマボディをコピーしていたのです。私たち新世代型レプリロイドには完全な耐ウイルス性能がありますから。シグマボディをコピーしても何の問題もありません。君は？私はルミネ。この軌道エレベーターヤコブの管理者です。ボディボディ、ヤコブ周辺施設にてイレギュラー反応。ポイントガラパゴス、地域のハンターは現場に急行してください。了解。アクセルだ。 X、 今回のイレギュラー反応はこれまでとどこかパターンが違うみたいなの。調べてみたいからできるだけサンプルを集めてみて。わかった。行くぞアクセル。いつでもいいよ。アクセルの助けが必要な時はプレイヤーチェンジができるわ。へへ、僕とチェンジしたら X の出番がなくなっちゃうかもよ。後でゼロも応援に向かわせます。二人とも気をつけて。お願い。オッケーオッケー。なるほど。操作は変わんねえか。あ、やだしもいい。なんだこの三角形のやつ。なんかちょっとアクションが違うな。でもまあ従来のものに戻ったのだけは分かったわ。お、二人とも注意して。このイレギュラーのことを調べた。
相手を捕まえて身動きを取れなくするタイプよ。捕まえられたらダメージがひどくなる前にレスキューチェンジよ。ここはすればなるほど、ね、あーそういうことか。あっアップね、操作がちょっと変わったんだ。あーなるほど、これあれか、回復か。慣れが必要だな、これ。この三角形のやつ集めてよ、いけなさそう。なんだなんだ、あれ説明をくれ。うわ、そういう感じか。コンテンツ止まってんのか。ダメージが多いってことか。いた、まだ。おお、なんか取った。なんだ今、なんかライフアップみたいに取ったな。お、ゼロだ。手間取っているようだな、アクセル。遅れてきてそりゃないんじゃないの、ゼロ。本気出したらこの程度のミッション僕一人で十分なんだからね。元気なことだ、行くぞ。お願い。ゼロか。あ、大丈夫だ。
ダッシュギリできる。これはあれだな、ダコ。何何、とても強力な連携攻撃、ダブルアタックを使うことができるの。ダブルアタック、タイミングを見計らって使って。なんだそれ、え、どっちか、あ、これか、ダブルアタックって、なになに、え、なになになに、よくわからんよ。ちょっと待って、ダブルアタックって何？強力なのは分かったけど、どうやって出すの？ R2。 あー、なるほど。やっぱり R2 でよかったなってことは、なんかあ、違う。え、出なくね、なんか出るんだけど。来た。こうか。オッケー。あー、なるほど、こんな感じなんだ。なるほどね。ゼロいってるか。あ、すげえ。いた。防御外せんのか、ゼロは。でもしかもダッシュです、長くねえんだ。建物の入り口は上にあるよ。ゼロ、あなたの二段ジャンプのあの子です。あ、二段でもできる、できた。あんたに弾弾くってのは言えないんだ。よいしょ。なんか知らんがいっぱいもらえんだけど、あの三角は何なんだろう。あ、エクスが来た。ゼロ、待たせた。状況は問題ない。エクソ、任せた。特殊シールド、リフレクト、完全防御してる。リフレクトはクラッキングで崩せる。フルチャージショットとゼロの連続技の3段目。アクセルだったらショットを当て続ければクラッキングできる方法。なるほど、こういうことか。今回しゃがみねえんだね。
これ絶対あれだ。そうだよね。お前の番だ。やるしかないのか。取れねえな。まあいいか、しょうがねえ。いた。赤ゲージ回復していくのか覚えとこう。わお、また会えたな、X。 貴様はババ元永久ハンター、今は俺たちの敵、お尋ね者のイレギュラーだ。お前たちと遊んでやりたいんだが、まだ仕事が残っているんでね。ルミネ。そう、これで軌道エレベーターは我々の手の内となるわけだ。貴様、何を企んでいる。
X 始めるんだよ、新しい世界をな。手ごわい相手だったな。しかしお前たちなら大丈夫だと信じていたぞ。ルミネ、ヤコブ管理官の彼をさらったとなると軌道エレベーターをコントロールするつもりなのね。でも何のために？わからない。だがババは新しい世界を始めるとか。いずれにしてもイレギュラーたちが何かを企んで動き出せば。あ、ワーニー、ワーニー、各地でイレギュラー反応。おお、こうやって出てくるのね。まあ、とりあえず今回ここまでにしておきますかね。なんだかんだ操作方法とか覚える回だったけど死にまくった。それではまた次回よろしくお願いします。それではまた。ロックマン X アニバーサリーコレクション。